手にかかるくらいならと自害したのであろう。守る者もおらぬ中、なすすべもなかったであろう。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ、人間じゃねえ。頼む、もうほっといてくれ。女房は、うちの女房はどこへ。次、己を買いかぶりするか。あんたたち、まだあいつらはいるよ。あっちへ行きな。あんたら鬼は取れるものは全部取っただろう。おっか、誰だ。目をつぶってな。待たれよ、拙者をご存じないのか。おめえが誰だろうと知ったこっちゃねえ。どっか行ってくれ。さようでござるか。どうかご無事で。うちの父ちゃん連れてかれちまった。食わさずやすやすと。ジギョ、命だけは
見逃してくれ。お前らのことは誰にも話さん。黄泉の国で嘆く魂に何でも話しね。この犬だ。わしを超えていくことはできる。お前の仲間は同じように己を信じておったが、一人残らず死んだ。わしを見てみろ。この槍を見よう。近寄ることもできぬわ。己を買いかぶりすぎじゃ。ヒロキだな、お戻りか。キズカ。これは単なる襲撃ではない。恐れゆえの、さらなる恐れを煽るがための所業。
ら百科は何も持ってねえ。やるかな、今のやろうじゃ。馴染みの顔ばかりじゃ、皆よく存じておる。まだ息のあるやつがおる。武器を持っておる。伏せろ、この先は誰も通さん。
き殿、生きておられたか。ようなことが負うたことがあるの。この手でその傷を負わせ、己が生き絶えたのを見届けたはずじゃ。この村は我を墓に留め置きたくないようだの。あの女が最後まで呼んでおったのはお前の中。我がその苦しみを終わらせてやるまでな。案ずることはございません。傷は不幸ございますが、私がついております。賊どもは逃げました。大事はございません。ひとまずは皆が待っておりますので、まだまだすべきことがございます。愛子、そなたなしには皆何もできぬ。拙者もしかり。私もでございます。我々はどちらかが欠けてもいけませぬ。愛子、生きておったか。愛子、待て。愛子、まことにそなたであるか。愛子、どこへ行く。
身に覚えのない地なれど、どこか気懐かしくある。女がここを通ってはおらぬか。あるいは通ったやもしれぬ。はっきりと申しくだされ。見たのであるか。この先じゃ。されど心して参る。ここは汚れた地、恐ろしい病に侵されておる。かたじけない。承知いたした。肌焼ける。この血は朽ちておる。血を切る。下がれ。どうしたというのだ。くわぁ、死ぬぞ。バッカ。汚れなし、清き者。はい、わしはお前などにやられん。この者のけども、自らを蝕んでおるようじゃ。武士か。馴染みのない顔。気安く振る舞うでない人殺しか。思い違いでござろう。拙者は切られるべきものにのみ刀を抜いたまでじゃ。そのようなたわごとをよくもガルガルとは。誇りはないのか、鬼め。待て、くさばれ。
崩れぬだろうか。ひれ伏せと言ったのじゃ、わしに屈すや。汚れなき者。せな。
刀を抜くなかれ。拙者も武士道を志す者、ほらを吹くな。お前は罪なき者どもの血を。